質問といさっきも話にあったその今予定がないから練習しないとか練習しないまではいかないでしょうけど今予定ないからまだいっかみたいな感じでほんまに大丈夫なって思うのでちょっとそこにカツを入れてもらえたらなとちょっと思いました。あののっていうのはチキンとかと,んかつとかか そういう系ですか。そうですね。私は金カツが。う <laughs> <laughs> 違うよね。あ、違う。あ、違うよね。よかった <laughs>。それやったら俺専門外やからあんまり分かれへんなと思ったんだけど。え、カツですか。カツを。え、そのえ、もう一回言ってもらえますか。何にカツ入れたらいいんですか。 その、なんていうんですかね、今はまだ、はいはい、まだ四つもないし、このせっかく。うん、このただでさえ、うん、あの、この企業のことが調べられてないとか。はい、全然日本語がうまくしゃべれてないとか。言われているのに。はいはいまあ、かといって、英語もしゃべれるわけでもないのにね。あ、そうですね。はい,は,いはい、はい、はい。なん、なん,んか、まあ、まだ、え、か、みたいな。あー、なるほど。 まだエッカーっていうのは前提としてその4月今採用活動止まっててやるスケジュールあえてやることなくなって、はいはい、次面接が明日あるとかっていう状況じゃなくてやることない、はい、どうしたらいいですかって家におるような今のこうコロナの状況の中でねそういう学生に限って1日前とかに練習してるんで嫌なことは,い,はい,、はい、いや。来るよね,るよね確かに。 明日明日面接ってなったら来るよね。はい、来るよねで今その準備する時間ふんだんにあるのにそこで今は特に面接の予定入ってないんであのいいですみたいな特に今面接の予定も入ってないで模擬面接いいですみたいな特に今あの選考受ける予定もないんであのなんか相談もないですみたいな。 みたいな言うてる子に限って明日面接とかなったら面接の練習したいみたいなねそうですそうです企業さんの採用活動がバッと始まって忙しになってきたらどうしたらいいですかって相談してくるとかねそうですえでもそれってもう起きること起きるって分かってることやねんから今からやらんかいボケって言うてるわけねそうですまあ私も普通に仕事ではよく聞きましたか天,天は今学生のことをボケって言いましたよいや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  俺らそんなん全然思ってへんからね <laughs> 俺もうキャリプラは学生の味方やから俺もエツコもそんなこと思ってへんけど <laughs> 天はボケって思ってるって言いましたからね <laughs> 思ってない、はい、ボケまで思ってないです思ってないですよそうなの思ってないです<ー>思ってないないや怪しいよ<も>何,何回も打てるのって怪しいよねちょっとちょ,ちょっと思ってるんじゃんやっぱり <laughs> やっぱり思ってるよねこいつ。そんなでもでも天の言うとおりですよねあのー、ま何、あ、て言うんですかねえっとそれこそね1月とか、まあ、11月とか12月とか1月とかねいう時まだまだあのーまあ、早期のインターンからの早期選考が始まっている人は別としてね えっと、3月のエントリー、まあ、3月の解禁以降、まあ、就活やなって思っている人たちが、まあ、ちょっとずつ動き出すあの秋冬年末から年始にかけてで1月2月とかなんかまあいやまあ,あの先輩に聞いてちょっとキャリプラ来たんすけどみたいなでちょっとこうまたあのなんか分かれへんことあったら行きますみたいな感じでまああんまり来ないとかね。 でなんか今週イベントもなんか行きたいですけどなんかまだちょっとなんかあのー、ちょっと今週は行きませんとかねあの言うててほんで3月解禁になってエントリーとかなったらもう今日イエスの締め切りとか明日説明会行くとかっていうふうになったらみんなうわーってあの相談来たのと同じで今まであのコロナでこの2月ぐらいからかな2月3月をどんどんこう。 えーと採用が延期ににななっっっててててきてイベント中止になっていってで特にこの緊急事態宣言出てから一気に企業の動きがまああの止まってるみたいな中で初めはもう家出られへん何したらやることない行くとこない選考内面接内言うて言うてたけどちょっと高校へ来てなんか落ち着いてきた感じするよね。落ち着いてきたっていうかあの落ち着いてきたって言っていいか分かれへんけどあんまり学生で。 オンンララインキャリラにもちょっと今少なくなくたた、ね、であのーまあ、たまに来た子に何でって聞いてもこういうらしいんですよ明日、別にあの直近に面接がないんでみたいな <laughs> 直近に面接がないんで模擬面接まだいっかなと思ってとかその受けるところが今ないんでえっとまあやることないしまだいっかなと思ってみたいなこと言うてるからあかんねんお前ら っていう話、ね、<laughs> いやほんまやでみんないっぺんに来るんやから面接で「明日明日最終面接です」とか「今日夕方から面接あります」とか言ってね「も、ま、う、あ、面接してください」言うて「順番何番目ですか?」言うてあの「私急いでるんですけど」みたいな「急いでるんですけどちゃうねんってそれはねもっと今やっときましょう」ってことね。あのー、あの まあもう面接なんか完璧ですっていう人俺はねそういうふうに学生がなっててくれた方が嬉しいですよ。もう今までにもう何十回も受けててねあの大体分かりましたというふうになっててほしいと思いますけどそれもそんなことないでしょあんまり受けてないでしょみんな。で面接って全然完璧じゃなくてえっと天がさっき日本語って言いましたけどね。 面接がうまくできないとかっていう次元のそういう話じゃないっていう学生今めちゃくちゃ多いですからね。面接がうまくできないっていうのはその自分のそのなんていうのかな例えば強みなりその仕事に行かせるようないいところをねちゃんと相手に分かるようにその相手に伝わるように表現するにはどうしたらいいのかっていうところってまあ言うてもねあの、まあ、難しいことですよ慣れ,れなければね。 でもそれ以前の問題で日本語喋れてないみたいな人いっぱいおるんですよ。ほんまに。そもそも聞いたことに全然違うこと答えてくるいっぱいおるんですよ。それってね、えっと、どこからやり直したらいいかって小学校の国語からやり直したのはそれバ分からんのちゃうみたいなことも、あのー、なんかもうちょっと学生全員的に回しましょうか。就職活動してる学生の4割から5割そうですよ。あのー、それってね、 結構時間かけて、えっと、練習していかないとダメなことで、あの、本質的にはこれ、あの、就活でやり終えれなくて、し就,就職してからね、多分1年目、2年目、3年目、何年かかけて、やっと全部でトータルでこう、5、6年かかって <laughs>、ちょっとだんだん喋れるようになってきたな、みたいになるはずなんですよ。で、就職活動でそれ本当できてなかったらめっちゃ困るから、 まあいっぱいわっと選考が始まるでしょ受けるでしょ受けるでしょ受けるでしょしウケるし受けるしょたくさん受けるでしょでたくさん落ちるでしょほんで他周りが通ってくるでしょ泣いと出てくるでしょで自分が残っていくでしょだんだんわかるんですよこれほんまにやばいなってでそっからね毎年キャリプラって毎年毎日1日1回もう毎日1か月か2か月ずっと模擬面やる子出てくるのね結構な塊で初めからやっとこうぜっちゅう話やね ちょうどいつもと違うそのこのブランクができたわけじゃないですか4月ってあのー、ちょっと厳しめなこと言いましょうかあのね大学とかえっと学部とかいわゆるその分離とかねえっとその中でも専攻の分野がどうとかえっと早いうちに何かイベントでもコンタクト取ってて えっとエントリーしてても向こうにが企業に個人情報あるとかそんな中でも企業が欲しいなと思ってる属性の子やとかそういうふうになってくると今この4月もねええっっとサイ活動止ままてる風に見えますよね実はねちゃんとね個別にリクルーター使ってそういう人たちには電話がいってえっと面接やってたりとかね あのー、そういう人たちだけにえっと社員座談会の案内ってウェブでやってたりとかねすんねんで知らんかったやろ完全に止まってるんちゃうねんでマスに対する動きが止まってるだけやねんで今マスに対する動きが止まってるだけなんですよで今までみたいにリアルのバーとかがあのー、活用できなくなったんでえっと例えばねグループディスカッションとか選考であのー 効率的に、なんていうのかな、あのー、先行して、えっと、振り分けられる、まあ、振り落とすっていうのかな効率的に削っていけるようなそういうやつとかやりにくくなったんで全部面接になりました全部面接になったらウェブ面接全部いつもより用家の数をウェブ面接するからすごい偽装すくうでしょだから、あのーまあ、そこは一旦もうちょっと一回止めてますみたいな でもね個別に限られたリソースの中でえっとさばけるだけえっと誰かと面接していきたいよね企業さんも。じゃあ誰とやってると思う選んでやってんねんで。そういうことあんねんで。当たり前やねんで。でねえっとそんな状態でえっと少なくとももうその人たちに比べたら今もし何も予定が入ってないとしたら乗り遅れてんねんで。 で,えっと、でも安心ある意味安心してほしいんですけど、えっと、そういう,こうマスに対する採用活動はゴールデンウィークから一気に始まりますよ一気に始まります始まんねんけど、えっと、一気に始まった時にね、えっと、今までと違って今までみたいにもう面接はしたいけどもう自分面接しゃべれません志望動機ふわふわしてますえっと聞いたことちゃんと答えれません頭ではなんとなくあんねんけど日本語にできません みたいな人がね必死になってね明日面接です言てもう冷や汗かきながら模擬面やってたわけじゃないですかで今1か月間それ何もなくなって次ゴールデンウィークからいっぺんに始まった時にねその時にできるようになってるためにはこの空いてる期間ずっと練習してないとならないですよならないですそれやのにまた始まってからとかね先行のあのなんかあの連絡来てスケジュール決まってから練習しようとか思ってたらね えっと、君ができるようになるために必要な練習の量としてまずそれでは間に合わんし仮に1 0歩譲ってねそれで間に合うとしようか全員その,そのタイミングなったら来んねんで。ってことはなできへんねんで君がやろうと思った回数だけ今やらなあかんねんで。 そのまあ、キャリプラに来いって別にキャリプラに来てててしくて言ってるわけじゃないですよ別にあの怖えんかったら怖えんかったってうちは楽なだけやからキャリプラに来いって言ってるわけじゃなくて別に誰か他にしてくれる人がいるんならその人にやってもらったらいいと思いますけどやりなさいっていことですよとにかく。お尻に火ついてから動き出すのやめましょうってことね。 今この空いた時間に、えっと普段との毎年の就活と比べて、えっと、今年はいつもに比べて突然大変なことが起きてるし、えっと、不安定な状態になって、えっと、みんなにとってはね、あのー、マイナス要素という捉え方もできるけど。 えっと逆に言うとね就活の途中に1か月間泊まってねちょっとやり始めて分かった自分が足りてないところをゆっくりちゃんと補って対策する期間ができたのなんてこんなの例年ないことですからねその期間をちゃんとえっとまあ使いましょうと、えっと、そういうのをちゃんと使おうとせえへん学生がえっとボケやとうちのスタッフ10が言いましたっていう。 うちのスタッフのテンがそうさっき言うてきたのでそれに対して今日はちょっと代わりに田辺屋があのちょっと強めに言いましたけど俺はそんなん思ってへんで俺は優し,い <laughs> 優しく思ってるよ。<laughs> いけるいけるってそんなんもう今ゆっくりしといたらええやんって思ってんねんででもテンが怒ってるから、まあ、そういう話を今日しました。さよなら。<laughs> ひどい